次回の R指定アニメはバラカモンです。僕結構好きな作品なんですけども、この作品の良さはまあなんといってもそのゆるさと、あとは、まあ、自然の情景も綺麗にね作品の中で見ることができるんで、まあ、日々自然に触れずに都会の中で生活しているそんな人はぜひぜひ見てほしいなと、そんな作品となっております。そしてですね、今回の番組ホームページよりアンケートを募集しております。ということでですね、皆さん覚えておいてくださいね。7月30日放送ですよ。ぜひぜひお見逃しなく。では。